さな穴にベルーガたちが集まっているので、ホッキョクグマは狙いやすいのかもしれませんね。さあ、そしてベルーガたちは春から夏にかけて集団でこのような河口に集まります。海と川の間に集まって何をするのかというと、川の底に体をこすりつけて古くなった皮膚などを落とします。今この白く見えているのがほとんどベルーガです。かなり数がいますよね。古くなった皮膚などをこすり落としているんですね。この時期ちょっと黄色くなるのも特徴ですね。さあ、そしてこの春から夏にかけては恋の季節や子育ての季節でもあります。お腹の下にいるのが赤ちゃんですね。さあ、この変わった生き物ベルーガを現在名古屋港水族館では6頭飼育しています。今回は3頭の若いベルーガたちがトレーニングを行います。皆様、ゆっくりとベルーガを思い返しながらこのトレーニングご覧ください。それでは早速ベルーガのトレーニング始めていきましょう。今回はこちらのメンバーで行います。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。なんと同い年くらいだと思われるんですが、なんと
こんなダイナミックなジャンプをすることもできるんですね。さあ、それでは最後はですね、ベルーナの最大の特技と言っていいと思います、鳴き声を皆様に聞いていただきましょう。ちょっとね、耳を覆いかぶさるような伸び伸び
外堀に。Thank you.
投げて、こっちに戻してくれたんですけど、Thank you.